すごくそのこの人生相談やってて30前後の方々で同じような方々がお越しいただけるんだけど、あ、はい、僕から見ると共通してるのが、はい、自分のことしか考えてないんだよなっていう。一番大事のって自分の存在が人を喜ばす存在であるのかどうかっていうのが僕にとっては非常にこだわる部分で、どうも喜びって人を喜ばすことらしいよと、あなたがいてくれてよかったって言われることらしいよと、と職業を選ぼうと思った時に自分が何をしたいかじゃなく何をするとみんなが喜ぶかなって考える。結構仲良くしてくれる同期とかがいて飲んだりしてたんですけど、この半年の間すごくこう惨めな向こう働いてで忙しいとか言われるとムカつくでしょ。1時間遅れてきたりとか、はいはいはい、いやなかなかきつい。それって何なのかっていうと、お前は人に頼られてていいなって、忙しいって言ってた時は実は楽しかったんだなっていう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はお時間いただきまして誠にありがとうございます。とんでもございません。こちらこそお越しいただきましてありがとうございます。相談内容なんですけど、はい、今現在30歳になりまして、はい、新卒で入社した会社に、入社してからそのままずっと一社で8年だね8年間、はいはい、ずっと働いていたんですけれども、はい、入社してからすぐ、はい、このままでいいんだろうかっていうのを、はい、すぐちょっと 思いつつもずっとこう走り続けて、はい、8年間働いてきた。このままでいいっていうのはどういうところ？今住宅メーカーに勤めてるんですけど、はい、かなり忙しい仕事をして営業で、住宅 の建築ではなくて、はい、外交の方なんですけど。外交もやるんだ。あ、そうですね、はい、ハウスメーカーによっては外交もなんか自社でやるようなハウスメーカーもあるんですが、はいはい、その外交の、設計と現場監督という形で、はい、やっております。はい、そういう勉強をなさったわけ。そうですね、ちょっと近しいといえば近しいんですが大学では造園関係、はいはいはい、学んでました。はい、なので植物とかこう扱ったりとか生育のアドバイスとか、はい、そういったところは、はい、得意というので入社させていただいたという感じです。はいはい、で、かなり現場監督もやって、現場回った後にまた帰って事務所でまた設計して積算して、土日はお客様に対応してと、で火曜日水曜日がお休みなんですけど、もちろん現場動いてるのですごい電話が鳴り止まなかったりする中で、はい、かなりプライベートの時間とかもなかったような形だったので、はいはい、そういった意味で、このままでいいんだろうかみたいな、そういったところをちょっと思いつつ、はい、ただそうですね、自分の方向性っていうのがなかなかちょっと考えられてなかったので、はい、とりあえず3年働こうと、はい、でまた転勤になって、はい、でまた心機一転頑張ろうってこうずっとこう進んできたという形なんですよね。はい、それなりに地位は上がって。そうですね、役職は一つ上がって、はい、ちょっと古い会社というか、実力主義っていう感じではないので、はい、年次で上がっちゃうんですよね。はい、なので、順当に上がってという形でした。はい、直接お客様と触れ合うわけだよね。そうです、はい、リクエストを聞いて提案をして。そうですね、はい、住宅 のまず営業さんがいわゆる住宅展示場とかでお相手して、はい、でその後私どもの事務所に来ていただいて、はい、インテリア担当だったり、はい、で私みたいな外交だったりっていうのを交えて、はい、チームを組んで一、はい、人ずつこう、ね、ヒアリングと提案という形です。はい、お客様の喜びは感じられる場所だよね。そうですね、そこのところはかなり大きいところで、はい、特に引き渡しとかの時はかなり喜んでくれるので、はい、そこ のやりがいというのは大きいかな。はいはい、で今は何してるの？で今はですね、ちょっと私も考えすぎなところがあって、はい、実は今給食まで行ってしまいまして、はい、現在給食で病欠です。はいはい、精神的な
一応精神的なという形で、まあ、ただそこまで深くというか鬱というか、まあ、適応障害という形なんですね。それは医者の証明書をもらって会社に提出して。そうですね、はい、何ヶ月今。今6ヶ月です。6ヶ月、半年。え、そんなに休ませてくれるの？そう、すごくありがたいというか。給料はある程度もらえるわけ？そうですね、十何万か、まあなね、半分とか。そうですね、そんな感じですね、はいはい、いいねなのでお金としては困らない形で、はい、ちょっとこう考える時間を与えてくださったというような感じなんですけど、はい、ぼーっとしてんの？非常に瞑想してまして、はい、この期間に何か別の専門性を身につけたいというので、はい、急に医学部の勉強を始めて、3ヶ月ぐらい医学部予備校を通って。医者になれそうな頭を持ってるわけ？全くないんですけど、はあ、いや、何かちょっとかなり迷走しちゃって、まあ、この会社ではない何か別の方向性に行きたいし、何かちょっと独立するってなると、うん、身近なところだとクリニックとかの医者、お医者さんがよく身近というか、まあ、実際適応障害で通ってたのがあって、あ、かっこいいなってふと。それは自分が医者になったらかっこいいなっていう考え方なのか、医者になって自分と同じような病んでる人間を救うことが楽しいと思うのかって、どっちだと思う？完全に後者で、はい、多分もう自分っていう、もう頭になっちゃってたので、はい、なのでもう仕事内容っていうよりかは、ただそういう地位とかお金でしか見てなかったので、うん、前者だね、うん、はい、あ、ごめんなさい、はい、なので、あ、何かやっぱりこうじゃないなってちょっと3ヶ月勉強したと思って、はい、まず辞めたというのが、はい、最初の3ヶ月です、はいはい、でその後、残り3ヶ月なんですけど、はい、次の2ヶ月は、今家賃がすごいというか、まあ、家賃がある程度かかるところに住んでたので、はいはい、まあ、どんどん貯金がなくなっていくのがありまして、はいはい、なので、まあ、昔から株式投資やってたので、はい、もうこれだけで生活できたらいいかなっていうので、デイトレーダーみたいなのを毎日2ヶ月やって、はい、大負けして、負けて大負けして、かなり吹っ飛ばしまして、で、デイトレーダーだともう値動きバーってこう、もうずっと追ってストレス抱えてっていう、自分の前の投資のスタイルと全く違うことをやったので、休んでる理由の逆だよね。休みがないっていうのが、休みが、まあ、土日は休みないんだろうけど、そうですね、はい、はい、なので、あ、これはもう絶対やめなくちゃいけないなっていうのをまた気づいて、はい、で残り1ヶ月は、そうですね、まあ、YouTube とかに、まあ、ちょっと拙い動画をこう編集したのを上げたりとか。 YouTuber になれるかもしれないと。 YouTube 何かしてないともう自分が病んじゃう、はい、さらに病んじゃうなっていうので、はい、まあ、少しちょっとソフトとかも勉強してたけど、まあ、触ったことあったので、はい、まあ、0回再生とか1回再生とかなんですけど、こうポン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 上げたりして、はい、もう半年経っちゃったっていうような状態でして、はいはい、で今何感じてんの？今は、まあ、自分自身がちょっと、まあ、瞑想をしているっていうのと、あとは非常にプライドが高いのに、自己肯定感が低くて、何かこう一発逆転しようってい こう飛躍した考えになっちゃって、うん、なんかちょっと身にならないことをずっとやってしまってるなっていうのは思っているので、はいはい、そこのところをちょっとまず軌道修正して、うん、っていうのがすごく、そのこの人生相談やってて30前後の方々で、同じような方々がお越しいただけるんだけど、あ、はい、僕から見ると共通しているのが、はい、自分のことしか考えてないんだよっていう。おっしゃる通りです。うん、はい、集団の中で生きてる、はい、でここの自分しか見ないから、周りが見えてないんで自分が何していいかわからない、はい、
自分が何か楽しい方向に進もうと思うと、例えばここにいて上に上がりたいと思ったら、この道の人たちがどいてくれると住みやすいわけよ、はい、でもどいてくれなければぶつかって住みづらいわけよ、はい、要は周りの大きな影響があって、自分で考えることよりも周りがどうであるかってことを考えると、例えば上に上がりたいと思ってるけど人がいっぱいいて動けない、下見てみたらば下なんか空いてるなと、ならこっち行けば住めるじゃないかと、はい、と、いや僕は上に上がりたいんですって言うんだけども、裏表みたいなもんで自分の気持ち考え、考え方を変えると下も悪くない道の場合が多々あるのよ。下で、はい、まあ、下っていうか東西南北でもいいんだけど、はい、と進みやすい道進むと何か自分が進んでるって気持ちになれて楽しくなるんだ、はいはいはい、もっと言うと僕なんかで言うとだんだんこう力がついてきて自分で組織作れるようになったら、上行きたいからどいてっつってそうやっていけるわけ、はい、さらに言うと後ろから押せとか、っていう周りの応援があるとどんどんできることが増えていくのよ、はい、でその周りの応援を得るためにはどうしたらいいかっていうと、周りの人間にとって自分が有益な人間にならないと動いてくんないのよ、はい、そうですね、はい、すごく単純なんだけど、はい、それを自分はこうしたいけどできないんだみたいなことを基本はみんなそう言ってるなと、はい、なんでったら、うん、自分のことしか考えてないから自分のことを応援する人間いないよねと、でどん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 自分がやりたいことができないって言って悩んでいくんだけど、はい、先週ね、はい、このまず人生相談っていうものが、はい、僕にとって何のメリットもないのよ。あ、経済的にはそうですね、赤字なぐらいで担当してる人間の給料払うと、はい、赤字になるっていう、はい、なんだけどお金よりも大切なものっていっぱいあるっていうのは生きてきて感じて、もともとお金を追っかけたことない人間なもんで、幸いにして経済的に生きる時のには困らないお金を手にしたもので、はい、それよりもはもっとお金以外買えないもの、お金で買えないもんで楽しいことをしたいなと思った時に、自分にしかできない仕事をすると楽しいんじゃないかなと、逆に言うとお金が目的がないと自分以外の人間ができる仕事であるならば何も俺はしたくないっていう気持ちになるのよ、はいはい、の結果が、あ、そうだ、現役の時に人生相談っていう連載を持ちませんかっていうのが 3,4 社あって、はい、それは自分が決めたことじゃなくて出版社の人が連載をやってくれないかと、はい、内容何ですかって言ったら人生相談やってほしいと、はい、何かあなたの人生相談を見たことがあって非常に面白いから、それをうちではこういう切り口でやりたいと思うんですっていうのを受けてったら最大4紙までになったのよ。あということはどうも俺は人生相談に向いてるらしいと、はい、俺が好き嫌いじゃなく他人様がそういうであるならばこれは多分俺の特技なんだろうなと、はい、で何もする気がなくなった時に、そうだ人生相談でもするって言ったら人が来てくれるかなと思って募集してみたらば来てくれまして、でまあ少ないんだけども 4,5 万の人間が登録してくれて、で毎回数千から数万の人間が見てくれるっていうような結果が出てきて、どうもそのぐらいのニーズが俺にはあるらしいと、じゃあそれに従って生きていくかと、で別に経済的なもんないんだけども、まあ、人が話をじじいに聞きに来てくれるってありがたい話だよなとっていう部分で続けてやってた時に、その今客が来ない民泊を始めましてで客が来ないんだって嘆いてたら、はい、その人生相談を見てる方がこれは応援すべきだろうって言って友人と来てくれたり、はい、人生相談で来てくれた人間が自分のところの社員にも話聞かしたいんで、その民泊に泊まれば高橋さん話聞かせてもらえますかっていう、いや俺コンシェルジュでやるって言ってるんで僕の話がコンシェルジュとして成り立つんであるならばいくらでもやりますよっていう話をしてて、もう 4,5 回やってるんですが、先週も一組来てくれて
相談に来てくれた子があの会社をやってて、はい、そこの幹部たちを連れてきて、はい、あの研修合宿っていう形で来て、そこで俺に話をしろって言われて、はい、で1時間半ぐらい車で時間かけて鎌倉まで自宅から行くんだけども、はい、それで夜の8時から喋ってくれって言うんで、食事が終わった後ね、でその時間に行って、で結局11時ぐらいまでかな、3時間ぐらい喋って、でまた帰ってきたんだけども、ではその幹部の中の一人の人が、なんでこんなことしてくれるんですかっていうのよ。あ何のメリットもないでしょうと、はい、よかったらお茶飲んでください。 ありがとうございます。僕らにそんな時間を取って話をして、なんでそんなことをしてくださるんですかと、最初その社長からあの高橋が来て話はしてくれるって聞いたんで、あの来たんだけども、いや来ないかもしれないぐらい自分は疑ってたと。なぜならば俺たちにそんな話したって何のメリットもないだろうとで言われて、いやいやすごい僕楽しいんですよと、あの営業って成り立たない、あの人生相談は本当にあの経済的に赤字になるんだけど、泊まってくれれば多少プラスになるそれでコンシェルジェっていう形で、別に運転でもデリバリーでも何でもしますって、実際にあのカレー買いに行ったりとか、あの結婚をしてくれた方は式場までの送り迎えしたりとかしてたんだけど、いやそれは誰でもできあの他の人もできるんだけども、あのその自分が話をするのを喜んでくれるんであるならば、自分しかできないっていう部分 でそれを若い30代のこれからあの会社を大きくしていこうっていう子たちが8人集まってくれて、そこに何かアドバイスを、それも一人ずつが質問も用意してくれてて、それに答えていくっていう、とてもありがたい、だから来てるんだよとって言っても、いや分かんないんですよねとメリットとかそういう損得だけで考えると、でもじゃあ例えばお金がいっぱい得れる、じゃあそのお金を使って幸せを得ようとするわけだよね。そうですね、僕はお金よりもは人が僕の話を気にしてくれるってことがとても僕にとってはメリットありがたいと思うなんだけど、いまいち腑に落ちてない感じだったのよ。あのお金を返さずに自分の存在価値を確認することができる、一番大事のって自分の存在が人を喜ばす存在であるのかどうかっていうのが僕にとっては非常にこだわる部分で、はいはい、ビジネスにおいてもそう、はい、自分が人を喜ばしているんであるならばお客様はきっとお金払ってくれるだろうと、はい、その喜びがないんであるならばお客様は離れていくだろうと、はい、とビジネスの場合何がいいかっていうと、自分が人を喜ばしているっていうものが数字に出るのよ、はい、年商が1億になりました、10億になりました、100億になりました、あそれってそんだけの部分の喜びを与えたからお金として返してくれてる、はい、もっと言うならそのお金っていうのは返してくれてるんじゃなくて、また俺にお金を渡すからまた誰かを喜ばすために金使えっていう意味で俺に預けてるんだろうなと、はい、という繰り返しでやってきた時に、とても60過ぎて楽しい人生を歩んでるなっていうのを感じてて、はい、と若い方々にどうも喜びって人を喜ばすことらしいよと、あなたがいてくれてよかったって言われることらしいよと、と職業を選ぼうと思った時に自分が何をしたいかじゃなく何をするとみんなが喜ぶかなって考える、はい、と外交の仕事に戻りそうだなそこは結構ダイレクトにあの感謝はされるので、まあ、アフターメンテナンスとかでこうまあ、定期的に連絡というかちょっと植物元気ないとかで行ったりすると、あの久しぶりとかそういうのも、うん、それも頼られてるわけだよね。うん、そうですね、そこはあの給料面とかじゃなくて、まあ、アフターメンテナンスとかは、まあ、やればやるだけ損な仕事であるんですけど、うんうんうん、まあ、確かにそこは喜びとかに、でも損なんだけども、そういうことをする一番の営業ってアフターメンテナンスなんで、あのだいたい住宅って1回しか作らない、その人がもう1回買うことはない、そうすると売ってしまったらいいと思いがちなんだけども、あの一生に1回のことなんで、知り合いがどこどこがいいよって言われるとそれが最大の営業になる、あのいくら宣伝でうちはいいですっていうよりもは、自分の知ってる人間がどこどこの家を買ってそれがこう良かったって言われると、その紹介が一番強いっていうのは多分ご存知ですよね。そうですね、はい、
とアフターメンテナンスすることが最大の営業になるっていう、はい、売った後もフォローしてくれるっていう、はい、っていうとそこの部分でメリットはあるわけよ、はい、会社にも貢献できるし、はい、で僕の考え方は休みの日まで俺を望みやがってって考えるの。あそれはなるほどですね休の日に望まれない仕事っていっぱいあるんですよ。あ僕はテレビの制作やってる時にその休みの日でも突然仕事が入ることも多々あったし、はい、そういう時に僕結構嬉しかったんですよ、はい、もっと言うと人気番組ができるようになると正月特番ができるようになって、はい、と正月忙しいって言えるの、はいはい、人気番組がないと正月は暇なんですよ、やることがなくて。あと12月の年末に忙しいって言ってると胸張りながら、はい、いや今大変なんだよ特番があってっていう言い方ができるわけ、はい、とそれを聞く自分たち人気ない番組やってると自慢してんじゃねえよみたいな気持ちで聞いてるんだけど、はい、さらに言うと生放送で正月の元旦に放送するっていうとその準備までかかって元旦まで忙しいんだよなっていうのもこれタレントさんもそうだけども、はい、一つのプライドなのよ、はい、でそういう嫌なことまで嫌というかそういうやらなくていいっていうか仕事が増えるっていうことって実はいいことなんだよなと、はい、今感じない？家でぼーっとしてるともう本当に何かこう孤独で孤独で何もしてない時もあったんでもうすごい本当に病んでしまって自分が 何もしなくても世の中が回ってるっていうのがとても腹立たしいっていう。そうですね。結構仲良くしてくれる同期とかがいて飲んだりしてたんですけどこの半年の間すごくこう惨めな向こう働いてで忙しいとか言われるとガツでしょ1時間遅れてきたりとかはいはいはい、いやなかなかきつい。それって何なのかっていうとお前は人に頼られてていいなっていう。これ一回無職になるとね、はい、無職っていうのは例えばリストラとか、はい、首切られるとか、はい、っていう形になるともっと分かりやすいんだけど、はい、忙しいって言ってた時は実は楽しかったんだなっていう。僕はこの会社を9年半で辞めた後を、はい、半年ほどぼーっとしてたんだけど、はい、もう数週間経つと、はい、朝起きて行くとこがないって寂しいなってそうですね行かなくちゃいけないって楽しい環境だったんだなと、はい、その鎌倉も夜のだいたい7時には僕家にずっといて晩飯食べて家族と団らんしてるんですよ、はい、それがなんで7時前に鎌倉まで車で走ってってそれでせっかく話聞いてくれるんで酒のつまみでも買ってこうっつって、はい、普段はサミットのスーパーで買い物してるのに、はい、キノキニアに寄って、はい、少し高めのチーズとか買って、はい、持ってってでその前にちょっとだけ料理してこれつまみでどうぞって出しながらで準備してで話してヘロヘロ疲れてそれで帰ってくるっていう、はい、なんだけどすごく心は充実するのよ。これが永遠と続くといいよねと、はい、ほとんどの方々は65で定年退職だっていうと、はい、要はやめてくれってことなんだよね。 あなたは会社にメリットがないから、はい、もう退職金払うからやめてくれませんかっていう、はい、それに対して会社辞めても個人としての価値があってそれを望んでくれる方がいらっしゃる。これね逆に言うとねたまに自分に言い聞かしてる。今日人生相談行きたくねえなーと思う時に何言ってんだお前と、はい、お前みたいなじじい待ってくれてる人がいるんだぞと喜んでいけっていう自分そのもう一人の自分じゃないですけど、うん、そういう、うんうん、だときにもうその考える時間があるんであるならば今の自分が何が一番人に必要とされるのかで、はい、僕は同じような形でその制作っていうものをやって、はい、ディレクターまで行って辞めて、はい、で事業部で成功したものでいろんな人がお金を出してくれて会社を起業することができた、はい、で2個潰した時に
なんだ俺は世の中の役に立たないんだと、誰も俺に仕事をくんないと、俺に仕事くんないのに経済は発展してるとか言いやがるとすごい何か孤立感、はい、っていうところから始まって数年経ったんだけども、アダルトビデオと触れ合う、出会うことになる、はい、そこで自分が役に立つんじゃないのかっていう前提のもとにやってみたら、全国100万人ぐらいの人間が、お前のアダルトはいいっつって、もっと作れっつって声が来るようになる、がぜん楽しくて、アダルトビデオという行為は僕は好きではなかったんだけども、俺がアダルトビデオを作ると喜ぶ人がいる、さらにお金もくれる、ああ俺の存在価値がここにあったのかと、会社2個潰してなかったら絶対アダルトビデオやってない。その前はアパレルメーカーとして当てたいとか、そういうこと考えてたんで、かっこよくて儲かるっていう、だから残念ながらそっちには俺の才能なかったらしいのよ。これは残念なんだけど、返すとアダルトビデオではお前は才能あるらしいっていう、これがいや俺はそんなのしたくないんだって言って、俺はそうじゃなく T シャツで世界に売れるような新しいブランドを作りたいんだとか、ゴルフウェアで世界に売れるようなブランドを作りたいんだっていうことにこだわってたら、僕は多分世の中に必要とされなくて、俺の存在意味はないなとって言って多分不幸になってたのよ、はい、それがさっき言った上が混んでんなら下行ってみたらっていうとその今いくつかのチャレンジしてみて、どうも自分が読む役に立たないらしいと、はい、そうですね、そこに給料半分でも払ってくれて早く戻ってこいって言ってくれる人がいると、はい、何も考えないと自然に力を抜くとそっちにスーッと行きそうだなって、迷った時には力抜くといいっていう。あ、力抜くと、うん、この6ヶ月間もったいなかった、でも、はい、この立ち止まったことによって確認できたっていうなると、それはまた重要なのよ。はい、はい、そうですね。今までもうずっと、もう入社3年目以降はもうずっとルーティーンみたいな形になっちゃってたんで、うんうん、まあ、そうですね。でね、考え方ルーティーンで会社って回ると思うんだけども、徐々に弱っていくのよ。あ、時に違うことしてた人間が会社に逆吹いた時に、それが救世主になる場合もあるよ、はい、うまくいってる時ってルーティーンをするのが一番効率よく儲かるんだけども、逆風になる、今少し逆風が吹き始めてるじゃんよ、住宅かなり、あれで6ヶ月経ってたら暇になってるよきっと。6ヶ月前はもう超忙しかったんだけど、今かなり減ってるよ。今土地も売れなくなってるし、建物もかなり値上がりしちゃったんで、今しばらく置いとこうかって時期なんで、意外と帰ったら暇だよっていう逆風がずっと吹く場合ってあるのよ。その時にオリジナルのことをやってたら、それが売りになって他の会社は落ちてんだけどうちだけ伸びるみたいな、そういう人間も大きな組織には必ずいた方がいい。厄介もんとか言われてたんだけど、逆風吹いたらあいつが救世主になったわで残ることもできるし、他に移ることもできるし、自分で起業することもできるっていう、はい、今起業してる自信ないでしょ。ないないです。なんだけど、はい、そこであと10年勉強したら、はい、俺が起業したら年収倍以上になるなっていう思える時は来るよきっと。本当ですか。周りにも言われるだろうし、はい、そういう勉強してればね、はい、他と違うっていう当然だよね。今は住宅メーカーに来るからそれに付随という形で仕事やってるけども、はい、出てったらばそれだけで仕事を取んなきゃいけないんで、そうなると他にないものができなかったらお客さん来てくれないんで、はい、それを今いるところで勉強しておくと、はい、給料以上のものを俺もらっちゃったんだよなって言えるっていう、はい、多分給料を働くもらうために働いてたから嫌になっちゃうのよ。あ、そうね、勉強をしながら金ももらえるいいとこなんだって考える、はい、その勉強は自分がどう働くかで変わってくるっていう、はい、そうですね。かなり休日出勤もめちゃめちゃある会社だったので、はい、なんで休みの日にやんなくちゃいけないんだみたいな、こうずっと不満を漏らしながらやってたんで、うん、自由研究だよ。ちょっと捉え方で全然変わるかもしれないですね、うん、はい、
っていう入り口に立ってる、すごく羨ましいことだよって、そう簡単にみんななれるもんじゃないよっていう、という一回振り返ってみて、自分がどういうポジションにいるのかっていうのをたまに見ないと感謝の精神が忘れてしまう。周りからみんな、俺なんかね、時間もあって金もあってって羨ましがられるんだけど、いや暇すぎてつまんないんだよなっていう、っていうのが俺の本心なのよ。なんだけど、それを不満に言っちゃいけねえなとっていう見方でバランス取ってんだけど、結構さ、住宅ってさ今増えたよね、その家の中じゃなく庭とか屋上でどう楽しむかっていう。そうですね、そこにどんな付加価値つけられるかっていう。はい、俺はね、今回できなかったんだよ、潮風のせいで。なんだけど、全部実のなる木植えたかったの。あ、うちにサクランボとかブラックベリーとか、フェイジョワとか、そういうのを植えてて、やっぱりただ木が生えてるなくて、年に1回花が咲いて実がなるって楽しいなと。お客さんにこのシーズン来るとサクランボが取れますよとか、このシーズンになるとブラックベリーが取れますよって言ったら、またサービスになるんだと思って、全部枯れまして、がっかりなんだけど、そういうのを勉強しておくと、こういう植物がここには向いてますよって言って、この時期にこういうのが取れて、レシピまで教えてあげるっていう。そうですね、という徹底的に僕が担当でよかったでぞっていう自分に変えていくっていうと、必ず返ってくる、ありがとうが。そうですね、確かにお引き渡しの時に、自分がこう植えた下草とかお花とかも全部リスト化して、そのスケジュールとかこうまとめたことがあって、でそれ渡してた時は相当喜ばれましたね。っていう、今はまたもう一回考える時あるかもしれないけど、今できるのって言ったら、そういういろんなやった結果が、どうも俺は外交やらしいと。ならもっと本気でやってみようっていう、でクリエイターになるべきだよ、サラリーマンじゃなくて、自分のクリエイターとして自分を育てるのに会社がいろんな肥料をくれるんだと思った方がいいよ。だからすごくいい肥料をくれる会社に勤めてるよっていう、俺がいないとな、この会社成り立たないからなって言うと面白いよ。そうですね、すごくいいものを持ってていい環境にいるよっていう、それをもう一回噛み締めましょうっていう、それを最大限に生かして、もうこれ以上得るものがないと思ったら次考えるといいっていう。まだまだ今の環境の中で得るもの、給料以外に得るものがいっぱいあると思うよっていう。得ようとしてないから飽きちゃったんだよっていう。そうですね、人にない才能をもらってるんで、最大限に生かしましょうっていう、自分がなんぼのものかっていうのを最大限に磨いてみて確認できると、それなりに満足した人生になるみたいですよっていう、期待してます。ありがとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。サードハウス東棟をご案内いたします。入り口にはクジラのオブジェとサーフィンボード。こちらはカジュアルな内装が特徴。心地いいリビングはホームパーティーなどイベントにもうってつけ。寝室は3つ、和室もあるので、小さなお子さんやお年寄りの方にも優しい作りとなっています。そして屋上にはジャグジーやバーベキューテラスもあるので、一日中楽しめますね。海が見える室内のお風呂は最高級仕上げ。こちらのトイレも可愛いでしょ。サードハウス東棟で思い出作りいかがですか？